フリーランスライターの矢田貝です。はい、東京モーターサイクルショーのですね、搬入日に潜入してですね、大阪のモーターサイクルショー17日のね、プレスデーに公開になったばっかり、アンベールで発表して出たエリミネーターです。これをね、ちょっともう早速触ってまたがって撮りましょうかななんて感じで、遊びに来てるって言っちゃいけませんね、取材に来ています。で、エリミネーター、昔ね、400の4発の、なんですかね、アメリカンとも違う、ドラッグスタイルなんていうふうに言ってましたけど、アメリカンってやっぱりね、足を前に出してこうドラーって登るんですけど、ドラッグスタイルってちょっとね、ミッドコントロールといいますか、スポーティーな感じでエリミネーターシリーズ出てましたけども、どうなんですかね。早速ちょっとまたがってみたいと思いますね。どうぞ。あ、足つきベタベタ。おお、この足つきはいいっすね。レベルよりね、ホンダさんのレベルよりちょっと高いらしいんですよね。ホンダのレベルが690ぐらいなんですけど、このエリミネーター、735mm ね、まあちょっと後でやってみますけど、ローシートとかも用意されてて、それだとね、もうちょっと下がるみたいなんですけど、まあでも十分こんだけベタベタつくんで、非常にいいと思います。これ免許取ったらすぐ乗れるんじゃないですかね。で、やっぱミッドコントロールになってますね。なるほど。やっぱり、ね、アメリカンってこんな感じでちょっともうダラーンとした感じですけど、意外とスポーティーな感じで乗れるような感じになってますね。というのね、ベースがね、これ忍者400と同じエンジンを使ってまして、しかもね、ファイナルがね、ショートになってて、まあ、タイヤもちょっと小さくなってるのはあると思いますけども、より中低速をね、パワーが出るような形になってるんで、まあ、2気筒とはいえ 400cc のあのパワーをよりガツガツ楽しめるようになってるんじゃないですかね。その辺はやっぱりエリミネーターとしてね、川崎さんというとバルカンっていうね、アメリカン系のいわゆるこういう同じようなポジションがあるんですけども、それじゃなくてエリミネーターを持ってきたっていうのは、やっぱりその辺のね、スポーティーな要素が強いんじゃないでしょうか。ということで、ポジションに関してはミッドコントロールなんで、割とちゃんとスポーティーな走りもできると思います。峠持ってってもね、楽しいんじゃないでしょうか。で、ちょっとね、やっぱりライバルになるのは、本田さんのレベルだと思いますけど、実感距離がね、ちょっとこっちの方が長いんですね。やっぱりレベルの方がコンパクトになってるんですけど、まあ、ハンドル切れ角も両方35度あるっていうことなんですけども、この辺の取り回しどうなんですかね。はい、エリミネーター、取り回ししてみましょう。気になるところはやっぱりですね、ライバルのレベルとのどのくらい違うか。ちょっとね、そうね、ハンドル切れ角が35度あるんですけども、やっぱりキャスターが寝てるからですかね、ちょっと最小回転半径は大きそうですね。この辺りは数値見れば出てくると思うんですけども、まあレベルよりはちょっと取り回しは大変かなっていうのはちょっと正直な方の印象かな。ただね、重さ、まあ確かに、400cc でツインであることもあって、やっぱちょっとね、重さは感じますけども、ただね、ちょっとレベルに乗ってる人には悪いんですけど、レベルの250はね、ちょっと軽すぎっていうね、感じるところもあるんで、やっぱね、バイクってこのぐらい重さがあった方が、なんていうんですかね、重厚感がある感じがするんですよ。やっぱりもうなった時にこの軽々しくないという感じが、ちゃんと重さがあるね、大きいものに乗ってるっていうね。でしかもホイールベースもね、だいぶレベルより長いんで、大きな乗り物に乗ってるっていうのを感じられるのはこのエリミネーターの方なんじゃないでしょうか。そういうね、所有感も含めてなかなかいい感じで差別化してるような気がしますね。ね、レベルが250ということで、その辺はね、プレミアム感出せるんじゃないですかね。しかもこうなると気になるのは、俺絶対ね、250も作ってますよね。ね。だってエンジンの形一緒ですから作れないわけがないん でしかもこのもうお値段も出てて、エリミネーターグレードがあって、一番いわゆるこちらのスタンダードだと、75万9000円
ですね。でもう一台、SE っていうね、いわゆるビキニガール、もうまさにね昔のエリミニテアみたいなスタイルのこの丸っこいビキニガールがついてて、しかもですねドラレコなんだというのがね、あの三つ葉さんコアさんと一緒に開発したらしいんですけども、そのドラレコがついて、しかもあとなんとシート下にですね ETC まで標準装備いましたね。はい、続いてエリミネーター、上級仕様のスペシャルエディション SE、 エリミネーター SE もですね借りてきちゃいました。で何が違うか、まずですねやっぱりあのこの昔はねビキニカウルなんて言ってましたけど、あの川下さんのリリースによると、ヘッドライトカウル、やっぱねあのビキニカウルって言いたいんですけど、あのヘッドライトカウルだそうです。でこのフォークブーツがついててちょっとね骨太感を演出してるっていうのがエリミネーターっぽいところですね。やっぱり、ね、エリミネーターっつうと黒い、ね、車体のイメージがしっくりきますね。こっちの方がやっぱりなんかエリミネーターっぽい感じがするんじゃないですか。昔のエリミネーターを知ってる人はこの SE を選んだ方が面白いと思います。でなんとですね SE、 この SE いろいろね専用装備がついてて、あの3月24日発売になるあのヤングマシンにはねもうこんだけね特集してるんで、詳しくはそれをね読んでほしいんですけども、ということで見ていくとなんとね純正でドラレコがついてるんですね。ドライブレコーダー、三つ葉さん工和製のドライブレコーダーらしいんですけども、スタンダードでドラレコがついてるのってキムコさんのスクーターには確かね一時期あったんですけども、国産としてはね初めてだったと思いますね。ね、まあ最近あの SNS とかねあの動画上げる人も多いと思うんで、やっぱりこういう装備があると楽しいと思うんですけども、リアもついてますということで前後ですね、まあ、あの友達とツーリング行って後ろから、ね、あの追走するようなものも取れてしまうっていうのがこの SE になってます。でこのドラレコも GPS がもちろん、ね、ここが GPS のアンテナがあるんですねになってます。で、電動装備の違いはそのぐらいかな。あとこれだ、ね、なんと純正でタイプ C のですねUSB ソケットがついている、この電源の電力に関しては残念ながらちょっと書いてないですけども、タイプ C なんで、まあ、相当ね電力は大きいと思いますんで、スマホぐらいは充電できると思います。でただ純正ということで雨の日とかもね走ることをちゃんと考えて作ってるんですけども、当然ね閉めれば雨の日ね、使えるっていうことはあるんですけども、なんとね資料読んでたらあの雨の日の使用は推奨しませんって書いてありました。使えないじゃないんですよ、推奨しませんなんですね。ってことは多少のね防水は考えてると言って踏んでいいんじゃないでしょうかね。そんなこと言うとね笠木さんから怒られるかもしれないですけども、まあ実際ねあの資料にあの推奨しませんと書いてあったんでそういうことだと思います。はい、でこちらの方ね SE の方はメーターつけられましたんでメーターもちょっとチェックしていきましょう。メーター、中心にですねスピードメーターがあって、円形のですねあの周りの方にタコメーターがあると。であとですねちなみにスマホともねつながっちゃうんですね。でこのクラスでねここまでできるのはねちょっと初めてだと思うんですけども、なんとスマホで走った軌跡とかスピードとかその辺がね記録できてしまいますね。しかもドラレコがついてるんで映像もですね一緒に、まあ一緒になってミックスできるなってんのかな。その辺はちょっとねあの川崎さんのライオドロジーのあのアプリでいろいろ試してみないと分かんないですけども、もしねドラレコの画像も一緒に吸い込んでそこであの軌跡がログが一緒になって出てくるとしたら結構面白いんじゃないですかね。いろいろあのそのまま SNS にアップしたりすることができるかもしれないですね。その辺はちょっとね実際に乗れるようになってから試したいと思います。引き続きエリミネーターの、車両チェックをしています。でですねアクセサリーですね、なんとじゃーん、ハイシート、
そしてロシとね、3種類のね足つきが変えられるっていうことなんですね。でノーマルの方がシートコンが735mm ですね。これがスタンダードです。で、まあ、そこからですねちょっとどのぐらいかかるのかどうか実際にやってみましょうね。じゃあ続いてハイシートかな。でシートもねもう鍵でここにあれがあるんですね。でもうこれで変えられるんでもう簡単ですね。じゃあハイシートどのぐらい高くなるかな。お、なんかハマりがちょっと、お、結構高いですね。数値でいうと765mm、スタンダード比でいうと 30mm アップ。どうでしょうか。でもかかとべったりですよ。とはいえ、あ、でもね上がると足の曲がりがかなり楽になるかな。なんで長身の人はこっちの方が長時間乗るの楽かもしれないですね。あとちゃんとここが抑えられるような感じになるんで、ちょっとスポーティーに走りたいっていう人もハイシートの方がいいかもしれないですね。これはなかなか両方売ってくれるの嬉しいですね。もうでもこんだけ全然つくんですから膝の曲がりが変わるぐらいなんでもうこれでもいいと思います。続いて機体のローシートね、ノーマルのね 735mm でこんだけ足つきがいいんで 715mm ね、 20mm 下がったローシートだとどこまで足つきが良くなるんですかね。早速試してみたいと思います。で同じく走ってみると、ちょっとせっかくなんで見比べちゃおうかな。わかるかなこの厚み、こんな感じかな。わかる？わかんない。横に並べる。これが？これがローシート。これがスタンダード。若干違う。まあ20ミリなんでね、ちょっと動画だとわかりにくいかもしれないですね。まあ早速行ってみましょう。よし。715mm、 まあレベルが690なんでそこにちょっと足りない届かないですけどもうねベタベタすぎてねあんまり違いがわからないぐらいベタベタ。まあ確かにさっきね足の膝の周りがねちょっと緩くなったハイシートの後なんで違いは感じますけど、いやここまでついたらもういいでしょうね。ここまでね寝かしたところで耐えられます。こんだけ低かったら相当安心感あるんじゃないですかね。で気になるちょっと足の曲がり見てみましょう。まあやっぱりちょっと曲がりはきつくなるかな。とはいえまあでも変にこう上がってる感じじゃないんでそんなに長時間走ってもきつくはなりそうもないですね。まあ安心したいっていうね、これからバイク乗る人なんかにはやっぱり足つき性重要ですからね、スタンダードも持ってるけど抑えでローシートも買っとくっていうのはねありだと思います。715mm 十分低いです。はい、エリミネーター見ていきましたけども、ですね今ね川崎さんのサイトで何ですかね、ちょっと不思議なんですけどももう車両の、ね、情報は上がってるんですね。スペックも見れるし情報も見れて値段も出てる。で、ね、ちなみに値段言っとくとこのちなみに SE の方が、858,000円でスタンダードの方が759,000円っていうね値段は出てるんですけども発売日がね追って出しますみたいなね感じでなんですかね非常に僕らの気持ちを揉むような表示になってるんですけどもそのうちに、ね、あれが発売パッと、ね、出てくるんじゃないですかね。なので、エリミネーター気になる人、ね、川崎さんのホームページをちょくちょくこうチェックしていくと発売日がいち早く知れるんじゃないでしょうか。で、まあ、出てくるのは楽しみですね。ということでモーターサイクルショーの、プレスデーの前日搬入日の、ね、慌ただしい中からお届けしました。